新海中井正宏、平野翔の才能に驚き。爆笑マシュマロキャッチでスタジオ大興奮。マシュマロキャッチで奇跡が。平野翔の才能爆発中井正宏も大絶賛。9月17日放送のザ。世界仰天ニュースは、多くの視聴者に衝撃を与える特別なエピソードが展開されました。特に女性にとって関心の高い。 美の追求が引き起こす健康問題や日常生活の困難さについて焦点を当てた内容は多くの人々の心に響きました。この回では見た目を気にするあまり身体や心に深刻なダメージを受けた人々の実体験が紹介され、美の追求が時として命に関わるほどの危険を伴うことが明らかにされました。番組内では24時間全身に激痛が走り、 わずか30分も経っていられないという謎の病と戦う女性の奇跡的な回復が紹介されました。彼女がこの病気とどのように向き合い、最終的にどのような道を選んで生き抜いてきたかは、ただのドキュメンタリーではなく、視聴者に大きな勇気を与えるものでした。また、ある身近な食べ物が原因で壮絶な肌荒れに苦しんだ人気モデルの体験談も登場し、普段何気なく口にするものが、 時には取り返しのつかない影響をもたらすことを視聴者に思い起こさせました。このモデルの話は特に共感を呼び、美容のために過度な食事制限や特定の食品にこだわる人々に対して警鐘を鳴らすものでした。さらに、突然日常的な行動ができなくなる、執行症に襲われた女性や、左目にテニスボール台の腫瘍を抱えていた少女の奇跡的な回復エピソードも視聴者を驚かせました。これらの話は、 誰にでも起こりうる健康問題の恐ろしさを強調しつつ、適切な治療やサポートがあれば乗り越えられる可能性があることを示しています。こうしたリアルな体験を通じて、健康や美容に対する理解が深まり、美に執われすぎず、心身のバランスをとることの重要性が強く訴えられました。このエピソードの中でも特に印象的だったのは、24時間全身の痛みに苦しむ女性が、楽曲、 シンデレラガールを聴くことで元気づけられ、病と戦う日々を乗り越えてきたという話でした。このエピソードに関連して、スタジオにゲストとして登場した彼女に対して、平野翔がその場でアカペラを披露することになりました。中居正広が、イントロだけ歌って、と促し、平野が少し戸惑いながらも美しい声で歌い始めると、スタジオ中が拍手に包まれ、笑福亭鶴瓶が、歌えるやん、と突っ込む一幕もありました。 この瞬間は単なるエンターテインメント以上に音楽が持つ癒しの力やアーティストとファンの間の特別な絆を感じさせるものでした。平野紫耀のアカペラの披露は多くの視聴者に感動を与えただけでなく彼自身にとっても特別な瞬間だったことでしょう。ファンにとっては彼の歌声が辛い日々の支えになっているという事実が改めて確認され音楽がいかに人々を勇気づけ 癒す力をを持っているかを実感させられました、また平野は番組内で自ら披露したいという特技、マシュマロキャッチにも挑戦しました。中井がマシュマロを投げ、平野が見事にキャッチするという場面では、2人の間に生まれた軽やかな掛け合いが視聴者に微笑ましい瞬間を提供しました。この瞬間は、先輩後輩の間で築かれた信頼関係や、エンターテインメントにおけるリラックスした雰囲気を象徴するものであり、 番組全体の緊張感を和らげる1コマでした。このように番組内で紹介されたさまざまなエピソードやアーティストとの触れ合いを通じて視聴者は単に美や健康について考えるだけでなく日常生活の中での心のケアや音楽や笑いが持つ力についても考えさせられました。特に美の追求が過度になり心身に負担をかけることがいかに危険であるかというテーマは 現代社会ににおいいてて非常に重要なな問題となっています多くの女性が美容や健康に対するプレッシャーを感じ理想の美を追い求めるために無理をすることが多い中こうした番組は自己ケアや無理のない美しさの追求を促す大切なメッセージを伝えています実際過剰なダイエットや美容法が原因で健康を損なうケースは少なくなく特に SNS の普及により 美に対すすする基準がますます厳しくなっている現状がありますこうした中で番組が伝える「健康が第一である」というメッセージは多くの視聴者にとって重要な教訓となったことでしょうまたこの放送を通じて美や健康についての知識を深めるだけでなく日常生活でのバランスをとることの大切さも学びました美しさは外見だけでなく内面の健康や幸福感から生まれるものであり 無理をして得た美は長続きしないことを再認識する機会となったのです。特に平野紫の歌声や中井との軽やかなやり取りが視聴者に対して笑いと音楽という2つの癒しの要素を強く印象づけました。このエピソードを通して美や健康についての多様な視点が示され視聴者はそれぞれの立場から考えることができたのではないでしょうか。美しさを追求すること自体は悪いことではありませんが。 それが過度になると心や体に深刻なダメージを与える可能性があるという点は非常に重要なメッセージですそしてそのような時にこそ自分を支えてくれる音楽や笑いさらには身近な人々とのつながりがいかに大切かが強調されましたまたこのエピソードの大きなテーマの一つとして支え合うことの力が浮かび上がってきます 番組を通じて紹介されたさまざまな人々の体験談は、決して一人では乗り越えられない困難に直面したとき、周囲のサポートや温かい言葉、そして音楽や笑いといった心の支えがどれだけ大きな意味を持つかを示していました。例えば、24時間全身の激痛と戦う女性が、シンデレラガールを聴くことで元気を取り戻し、平野翔がその事実に依れて歌を披露する瞬間は、単なる偶然以上の意味を持っていたといえます。 このような瞬間に、音楽が持つ力、アーティストとファンの絆がどれほど深く強いものであるかが明らかになりました。さらに、中居正広と平野翔の軽快な掛け合いも視聴者に深い印象を残しました。特技として披露された、マシュマロキャッチのシーンでは、スタジオ内での笑いと和やかな雰囲気が視聴者に伝わり、エンターテイメントが持つリラックス効果を実感させられました。平野翔が見事にマシュマロをキャッチし、 中井がそれをサポートすることで、2人の間に築かれた信頼とチームワークが感じられました。このシーンは、番組全体に流れる重いテーマの中に、軽やかな瞬間をもたらし、バランスの取れた構成となっていました。番組が描いたもう一つの重要なメッセージは、不確実な未来にどう向き合うか、という課題です。美や健康に関する問題は、誰にでも起こりうるものですが、それにどう対応し、 乗りり越えていくかは人それぞれぞ異なります放送で取り上げられた執行省の女性や主要を持った少女の話はその象徴的な例と言えるでしょう。未来が予測できない状況に置かれた時人はどのように自分を守り回復への道を見つけるのか。この問いかけは多くの視聴者に深い考察を促したに違いありません。そしてこれらの個別のエピソードがつながるもう一つの共通点は奇跡です。 医学的には不可能とされた回復や日常生活が再び遅れるようになる奇跡的な瞬間を目撃することで視聴者は希望を乱し前向きなメッセージを受け取ることができました奇跡とは単に偶然ではなくその背後には必ず人間の強さや支え合う力があることが強調されていましたこの奇跡のテーマが番組全体の流れを通じて一貫して提示されたことは視聴者に深い感銘を与える要素でした また、放送を通じて感じられたのは、現代の社会における、美の基準との向き合い方です。特に SNS が普及する中で、理想的な美しさの基準が一方的に押し付けられ、多くの人がその基準に従おうとする現代社会の風潮は、身体的・精神的な負担を引き起こしています。番組で紹介された肌荒れに苦しんだモデルの例は、これを象徴しています。彼女の体験は、 美しさに対する執着がもたらすリスクを鮮明にし、視聴者に、美とは何かを改めて考えさせるものでした。このように、美の追求や、健康というテーマは、単なる外見の問題にとどまらず、心の健康やバランスをとることの重要性を強く訴えかけるものとなりました。特に、過剰な美意識が健康を損なう可能性があるという警告は、多くの視聴者にとって新しい視点を提供したに違いありません。 これからの時代、美しさとは外見だけでなく、内面の健康や心の安定から生まれるものであり、そのためには無理をせず、自分自身を大切にすることが最も重要であるというメッセージが伝えられました。音楽、笑い、そして支え合いの力。これらが番組全体を通して視聴者に伝えられた大きなテーマでした。平野翔の歌声、中井とのコミカルなやりとり、 そして奇跡的な回復を遂げた人々の実話は、視聴者にとって感動的であり、同時に考えさせられる内容でもありました。どんなに辛い状況でも、希望を持ち続けること、自分自身を信じること、そして他者とのつながりを大切にすることが、最終的に奇跡を呼び寄せるのだと教えてくれたのです。